はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ジャクソン&サンズっていうピアノです。聞いたことないでしょうね、私もあんまり聞いたことありません。過去に何台かは取り扱いしたんですけど、聞いたことないです。これはですね、東日本ピアノ製造という、まあ、バロックとかガーシュインとかね、有名なブランドを作ってたメーカーがですね、まあ、OEM で、ね、どっかの楽器屋さん向けに別の名前で、出してたというものだと推測できます。というのは中身がですね、ガーシュインの800号とそっくりなんですね。なので名前だけちょっと違うブランドでその楽器屋さん向けに作ったのかなということが想像できますね。まあ業界の方いっぱいいらっしゃるので、それは当たり前やろとか言う方いっぱいいらっしゃるかもしれませんけど、私は想像でねちょっと話してますけど、そっくりですね。ガーシュインの800号というのはまあ中古の世界でも人気なのでね、これを探している方もいらっしゃるので、まあ、ここの名前がジャクソン&サンズになってまして、名前が違うてもまあ一緒なのでね、そういう部分で選ばれたらいいと思います。猫足の3本ペダルです。ここにモールがついてるのもね、いいですね。こういう風に飾りがちょっとあるとこう雰囲気が変わります。マホガニーっていうね、赤っぽいワインレッドのピアノになります。はい、そしてですね、DX デラックスですね。特製って書いてますね、漢字で。これ強烈ですね。特製、昔、漢字の名前で言うとですね、佐賀野っていうのがありましたよね。特製 DX800 の MM っていうのはですね、この、サイズ、LMS じゃなくてですね、マホガニの M だと思いますね。そして、ジャクソン&サンズですね、45283という製造番号です。中の状態はこんな感じですね。はい、こういう感じですね、ロゴがこうやってありますね。そしてなんとアグラフです。高音もアグラフ、すべての弦を穴に通して、左右にずれないように、バランスよく音が響くようにという、とってもめんどくさい作り方してます。でも手間のかかった作りをしてますね。まあ、基本的に高級ピアノしかこのグランドピアノの部品であるアグラフというのは使わないので、これはもう東日本ピアノ製造の最高級のモデルということは言えると思いますね。すごいですね。強烈です。はい、そしたら音を聞いてもらいたいと思います。どんな音がするのかな。まだ1回も弾いてませんよ。あー、調和された。グランドピアノみたいにズシンときますね。高音側まだ調律増しですね。あ、よく伸びます。そのメーカーのやっぱり一番高いピアノ、最高級のものいうのは力の入れ方が違いますね。やっぱりね、材料もいいものを使いますしね。あー、気持ちいい。